使い捨てだってなの 3D。 うわ、ちょっと理想の花なんだけど。うわー、すごい。ジェンダーレスエイジレス体ボンレスグラリオサ男です。おはようございます。はい、ということで今回なんですけども、わしの、コンプレックスは何なのかってなったら、やっぱり鼻が完全に真正面を向いてて丸見え状態っていうのが、もうちっちゃい頃からコンプで、以前も美容動画みたいなんで、冷水につける時に鼻の矯正のなんかこう閉じるクリップみたいなつけたじゃないですか。開始。冷た、氷水冷た。はあ、ちょっと待って、これすげえわ。あと上がってきた、ほんまシンクロナイズドスイミングみたいな。ちってその後もわしの探求心は止まらず、いろんなネットとかでそういうグッズはないのかって調べてたら、一つ見つけたんですよ。それがこちらなんですけど、テンステラ、ステラを 3D3D って書いてあるんですけど、この商品名は英語で書いてあるんですけど、裏見たらもう全ハングルで英語もついてない状態なので全く読めない。わしが読んだ説明文の時はなんか 中にそれを入れることによって、その鼻の形を変えることができるアイテムですというふうに書いてあったので注文してみたので、これを実際どうなるのか、底辺のわしが、誰が底辺だ、あれが底辺だ、やかましはやかましすぎてまたやましい、なんてことを言いながらちょっとやってみたいなと思います。ちょっとなんかこう説明とかいろいろ読んでる時に、以前やったこちらのこのクリップつけながらやりましょうか。数秒形が変わった状態で保てることができるという、というわけでキャップとサングラス外しますね。で、まずこれつけますね。これ、こういう状態。はい、これがハイスティールハイスティールスハイステラスハイスティールスなのかな。後ろにその絵が描いてあって、まあ、この絵を見てわかるわなっていう、鼻の穴のこの、要はこの縦の部分にこちらにある器具みたいなのを入れ込む形になるんですね。でそれを両方に入れちゃえば、それが引っ張って鼻の形が変わるっていうアイテム。ハイスティーハイステイ 3D 開封したいと思います。いや、まことにやっぱりコップで鼻の穴がちっちゃい頃から、そのやはりコンセントとか、一時期鼻色っていうあだ名の時あったんですよ。鼻色って何みたいな、犬にある鼻だから犬の鼻でしょっていう、鼻色っていうのは鼻が犬の形なんじゃないのみたいな。鼻犬って言われて、鼻犬？うわ、入ってるものが出てきました。うわ、なんか不思議な器具たちは、なんかこういった、わかります？っていうのが一つ、そして二つ、そして三つと、何かしらの鍵のようなものが入ってるんです。どういうことだろう。そうか、だからまあ言ったら鼻の穴に入れちゃうから、そのいろんなもう汚れとかもあるだろうしということで、3回分だけ入ってますよっていうことなのかな。まあ言うとコンタクトみたいなノリかな。絵を見る分にやっぱ縦に入れてるのね、うん、ああなるほど。鍵のやつは中にこうカチャって入った時に、最後に取り出すためにその部分を引っ掛けて斜めになった棒を引っ張り出すためのアイテムなんだ。ちょっとやってみたいと思います。で、今これつけてた棒をちょっと外しますから、鼻の形は変わってるんでしょうか。どう？あ、変わってる。あ、そしてゆっくりゆっくり戻ってて、戻って戻って戻って鼻犬、いわゆるシンデレラじゃないけども、その日だけ美しくて記憶に残しといて、もう惚れさしといちゃえば後日花犬として会っても大丈夫だという、
はい、こんな感じ。前後の丸い部分にはなんかこうシリコンみたいなんで包まれてる状態です。こっちのなんかこうポコってなってる方を下にして外向けにか、そうすることによってポコってなってるここの部分をこの鍵のこの尖った部分でこう引っ張り出すっていうことなのね。こういうことだね。え、なかなかの長さなんだけど、鼻の穴よりも断然あるよね。こいつをこうしならせて入れるってことよね。ちょっと待って、手強い。そのあともう総合ビビってる。なんかこうそのまま一生中にいることになるんじゃないのこいつみたいな。もう引きこもって出てこないみたいな。ちょっと開けなさいよっていう感じになりそうで怖さもある。いっちゃん最初上から引っ掛けんだ。上からこうまず上引っ掛けんだよ。そのまま中入っちゃって。あ、難しい。いや、このこれはこういう状態でピーンと張らして穴を開けるわけよ。こういうやつが両方に入って上と下にうわーって力を入れるから鼻の穴が形よくなるんだけど、足をそもそもの規格がこうだからこうやってちょっと足先とかこう余っちゃって、あ、伸ばせないよこの規格じゃっていういう風になってるかも。なんで？あ、これがこういう部分がいらないのかな。そういうことかな。え、いるのかな。わかんないよハングルじゃ。いい感じ。形変わってるわよね。ちょっとなんか鼻先ある。わかる？このしっかりとした鼻筋通ってて鼻犬とは呼べないわよね。理想の鼻なんだけど。うわーすごい。ちょっとわかる。わかってる。みんなそのわしの鼻犬状態の時より鼻の穴もちゃんと縦になってて、でこの鼻のなんか鼻先鼻頭みたいなのができてる。すごい。つけ心地はあのなんかこうしんどくはない。なんか引っ張られてうーって開いてるって感じじゃない。なんか中にいるあるっていう感じ。いかんせん本当にコンタクトみたいな違和感みたいなのはつけたてはあるけどだんだんなくなる感じ。ただいかんせんその肌にあのなんていうの重きを置かないような喋り方になるから、あ、こいつなんか鼻入れて喋ってんなってなっちゃうかもしれないね。ただいるなっていう感覚はあるよ。でこうやって喋るとなんか奥に入っていってる気がして怖い。ちょっと出すで。え、やばい。やばい、マジで。よかった、こいつ、この鍵すごい重要。これこいつに信頼を預けなきゃ。もう諦めるとこだと奥の中まで行ってたから。あれちょっと待って、これあのなんていうの、使い捨て用っていうノリじゃなくてサイズがあるんだ。あ、書いてある SM。 これ L じゃん。わし用のやつってことじゃないの。 L 試してなかったわ。うわ、相当。いや、ちょっと待って、こんなに強いんだ。 L の長さ S と L こんなに違う。ちょっと行ってみるね。うまいこと入れたいな。うまくなりたい。
て感はやっぱりエルが一番わしに合うというか、こういうことやね、うん、エルね、エルがわしには一番合います。でラベルこれが取り出せるかって怖さね。お、聞いた、これ確かに慣れたら早いよ、コンタクトと一緒。ああ、やっぱり違う、ほら、わかる、鼻の丸い感じ。何よこの動画男と女の大みんな大丈夫、わしの鼻の穴ばっかり見させられて。っていうことで言うと、あの効果はあります。要はほんとそうよね、コンタクトの代わりに鼻筋をちょっとなんかこう欲しいなっていう人がこれを愛用すれば、あ、鼻筋綺麗だなっていう風になるかと思います。でも彼氏とか掴んじゃえば、もうそれもこの鍵で取っちゃえば、私の鼻はこうですよってことしちゃっても、多分そこでもう、あ、もう俺はもう愛しちゃってるからっていう風になることが望ましいのかと思います。もし鼻にコンパある人がいたら、ぜひこの最後まで名前のわからなかったハイスティールスなのかハイステラなのか使ってみてください。鼻犬のわしに、今後なんかこういうおすすめのアイテムありますよみたいなのあったらコメント欄に書き込んでみてください。そして、俺のあだ名、私のあだ名こんなだったよみたいなのもあれば、書き込んでいただけたら、なんかこうみんなで、いや、すごいのつけられたねっていうことで盛り上がれたらいいなと思います。ありがとうございます。インナーマッスル O2 カーレースサマーデイズ、バイザイマー。はい、ハイステークス 3D 分かんないよ、ハングルじゃん。戻って戻って戻って、鼻犬よかった、よかった、こいつこの鍵すごい重要。